いただきます。お前たちは食べ物を粗末にするんじゃねえぞ。乙姫 ET5。 乙姫 EP5。 言ってそれじゃあ行きます。 Falling down。わお、いっぱい食べてくださいよ。ノーザンバラムンディが下まで食べに行ってます。ダトニウム旅、わあすごい。あ、君食べろよ君。あ、わかんないのかな場所が。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ほらどうだ。わあ食欲旺盛、食欲旺盛、絶対旺盛。ヒエー、ノーザンが大きくなりましたね。これ160の水槽なんですけど、どうですか。だいぶ大きくなりましたよ。ほらノーザンバラムンディ、ダトニオイです。タイガーバーブ、スーパーデカデカエンドリーキャリー、そしてベキュー。はい、続いてはこちら120センチの上部フィルター水槽です。レッドオスフロー、レオタードクテノフォーマ、うんこうんこ。ちょっと待って、あれ、え、ちょっと待って、え、あれ真っ二つ。ちょっとちょっと、え、大変失礼しました。取り乱しました。あのコーナーカバーが外れておりました。あぶね。ちょっと餌をやっていきます。よいしょ。乙姫 EP5。 きた、どうだ。うわ取り合いだ。うわ大丈夫か、デルヘッジ大丈夫か。取り合いだ。もうちょっと落とすか。えい、めちゃめちゃ食うなこのオスフロー。やばいなあ。ダトニオが、ダトニオたちが、てかダトニオ多分これコーナーカバーの裏にか、これ隠れちゃってるな。しまったな、後で直すか。はい、というわけで久々に動画撮ってみましたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、だいぶ時間が来まして申し訳ありませんでした本当に。まあ、ちょっとモチベーションがなかなか上がらなくてっていうのか、ちょっとね威嚇してる。まあ、今後もまったり動画を撮っていこうと思いますので、よいしょよいしょ、撮れてるかな。よし、いいね。ちょっと今からこのアフリカウシガエルさんに生きたコオロギを与えていくので、そういう、動画が苦手な方は、ブラウザーバックをお願いします。こんな感じです。最近なかなか、まあ、仕事も忙しいっちゃ忙しいんですけど、なんだかんだまあ動画はね上げていこうっていう気持ちはあるんですけど、じゃあすぐに何か動画じゃない、すぐに行動に移そうっていうね、そういうなんか行動力もなくずるずると来てしまっているんですが、まあなんだかんだまったりと、まあ、続けてはいこうかなっていうふうに思ってはいるんですけど、ちょっとすいません、餌やりながら動画って結構難しいですね。何も思い浮かばないんで。でも友人にはね、やっぱり
あの動画はちゃんと、ね、出してほしいっていうか 見たいっていう声はあるんで、あの頑張っていかなきゃなっていうのはあるんですけどね。よいしょ爆食今あのコオロギがあとストック20匹ぐらいいるんですけど、もう全部食べちゃう勢いですね。これはあの昔はね熱帯魚ばっかり取ってたんですけど、最近はいろんなね動物を飼うようになってね、まあ、今後はそういう生き物全般の動画をねやっていこうと思うんですけど、うん、うわすげえちょっと今度はコオロギをあの口渡しじゃなくて置いてみましょうかね、ここに。なんか上を見てるな。おお、うそういうことですね。あ、はい。おお、いいね。今日はこんなもんかな。じゃあ皆さん、バイバーイ。